意外となんかこう新鮮だなと思うようなまあカラーとあとデザインと配色ですよね、うんうん、秋口のスタートとしてはかなりグッドなアイテムかもしれないですね。合わないわけないですよね。そうですね。はい、どうもバステのジュセです。はい、今回はですねマインデニムから新商品が到着しましたのでそちらの方をご紹介と、はい、スタイリングの方ですね、はい、いつも通りご紹介していきたいと思います。はい、いや今回入ったシャツ、はい、結構かっこよかったですね。あ、めちゃめちゃかっこいいんですよ、うん、そう、しかもなんかこうほらマインデニムといえばですよ、シャツといったらやっぱチェック系じゃないですか、うん、はい、それにまつわるねチェック系のアイテムでございます。はい、ただですねなんかこう僕もやっぱこうバースデーでずっと店頭並んでる、まあ、商品だったりとか展示会とか行っても結構なんかこうあ意外となんかこう新鮮だなと思うようなまあカラーとあとデザインと配色ですよね、うん、あの配色ってあんまり見ない気がするんですよね。意外とないんですよね。ありそうでない、ありそうでない、うん、本当にそうだと思います。まあそういうねちょっとこう僕の中でも新鮮ある意味真新しさというかね、はい、新鮮なアイテムが到着してますので、はい、ぜひよかったらゆっくりとご覧ください。はい、このバースデーチャンネルではですね福岡市中央区大名にございますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。メインはですね商品の紹介そしてスタイリングの紹介をですね発信しております。取り扱いのブランドはですねあのワカンシルバースミスやトゥアレグジュエリーといったネイティブなジュエリーまで取り揃えているんですけども、はい、フレグランスブランドのサノマ、はい、こちらはですねサノマに関してはお香だったりとかそしてシャンプートリートメントそしてハンドクリームなどね香りにまつわるプロダクトっていうのをですね展開しているブランドとなっております。そして最後にですねバーセと言ったらですねやっぱ e バイクスーパーセブンティスリアアルコンといったね電動自転車のね走行動画レビュー動画などをですね毎日19時に更新してますのでよかったらですね他の動画もたくさん見ていいねボタンとグッドボタンですねグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではね、まあ、サクサクっとご紹介していきましょうか。はい、どうぞ。はい、それではですね、こちらです。噂の真新しいチェックシャツ。はい、こちらでございます。黒チェックでございます。お、いいですよね。黒ベース。うん、そうなんですよ。かっこいい黒白。結構マインデニムはですね、まあ、さっき冒頭でもお伝えした通り、まあ、チェック有名で、まあ、赤チェックとかね、青チェック、うん、黄色チェック、ここら辺のやっぱその、まあ、ザ・アメカジスタイル。まあ、こういうねカラーの配色ってすごい多いじゃないですか。毎シーズン必ずあるじゃないですか。でも今回ですね僕新鮮に感じたのはこの黒チェックなんですよね。はい、こちらまあ一応商品名がですねレイオンウルフランネルの、ウエスタンシャツという、はい、そういうね名前となってるんですけども、レイオンウルのフランネルですね、まあ、まあ分かりやすいもう名前のその名の通りでございます。はい、ウールが 30% レイオンが70%、はい、ですよね、の配合でございます、はい、ちょっと寄ってもらいたいのですがこれですね折り組織の違いで立体感を出してるんですよ。ほう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 、このチェックの部分です。見えてます？少し白の部分がふんわりと浮き出てるように見えますね。そうなんですよ、うん、そしてそ の, ふんわり浮き出てるその上の部分ですねにもちょっと立体感のある黒ベースのはい、うんうんうん、チェックが本当だ薄いチェックが見えます、ね、あります。はい、そうなんですよ。意外とですねなんかこうフランネルって言ったら結構冬っぽくぽいイメージじゃないですか。 あと何でしょう、うん、結構起毛してたりとか、ね、ふんわりしてるイメージありますね。そう、意外とですね生地感的にはですよこんな感じ、おテロテロ、あ、さすがレイオン多いからテロテロじゃないですか。そう、意外と薄めなんですよね。そうだから本当まあ、今はねちょっと残暑で暑いかもしれないですけど、もう少ししたら着れるようなね感じのフランネルシャツになっているので、まあ、冬アイテムではないからですね。はい、年中、まあ、シーズンを通してかなりね長い期間楽しんでいただけるのではないかと思っております。はい、そして黒ベースに白っていうまたこれはやっぱ僕はもう一番のポイントだと思うんですよね、配色、うんうん、そして、分かりやすく言うとですねサイジングは割とジャストめなんですよね。ほうほう、はい、バーセの入荷はですねサイズが1と2この、うん、2サイズ展開となっております。結構ですね昨今なんかこうねまあちょっと緩めのシャツとかも全然展開はあるんですけど割とこういうジャスト系のシャツも出てるからですねそのなんかこうマインデニムのいわゆるS スリムスキニーのタイプだったりとかと合わせるにはかなりかっこいいアイテムです。細身に細身で合わせるとそうなんですよ、タックインとかしちゃってもめちゃくちゃいいかもしれないですね。はい、じゃあですね最近結構マインデニムルーズ系のシャツ多かったじゃないですか。多いですね。とはまたサイジングが違うということですね。違います、はい、
僕で、後で後ほどちょっと着用しようと思ってるのが、まあ、2なんですけど、2でも結構ジャストなんですよ、僕で。はい、まあそこら辺もね、まあ、踏まえた上で、はい、スタイリングの方をですねちょっとお見せしたいと思うんですけども、その前にこちら金額をですねお伝えしておきましょう。どこに出し合えばいいですか。じゃあこちら側の方に出しておきましょうか、はい、じゃん、はい、この金額になりますね。はい、かなりね、まあ、マインデニムらしい価格帯というか、はい、もうアベレージですよね、チェックシャツといえば、うん、っていう感じの、 価格帯となっております。はい、じゃあこちらね、もうすでに欲しいという方はですよ、オンラインストアちょっと貼っておきましょうか、はい、先にこちらしましょうか、はい、こちら貼っておきましょうか。はい、こちらの方にですね、まだサイズ1も2もありますからね、はい、動画が上がってる時もまあギリワンチャンあるかなっていう感じがするので、よかったらこちらの方からお買い求めされてみてください。はい、それではですね、じゃあこちらの方を早速着用していきたいと思います。はい、それではチェックシャツ着てみました。僕が着てるのサイズ2です。おー、めっちゃかっこいいっすね、はい、そう、意外とタイトでしょ、細い、そう、うん、細身なんですよ。シャープでなんかこうザ・マインデニムのスタイルっていう感じですね。そうなんですよ。そして僕が履いているパンツはですね、これ S スリムに変えました、さっき、はい、S スリムに合わせたこういうちょっと全体的にこうタイトでスタイリッシュなね、ファッションっていうのはやっぱマインデニムのすごい得意なね、部類だと思いますので、はい、こんな感じで分かりやすく合わせてあげるという。で、僕ちなみに今さっき T シャツ着てたんですけど、なんかタンクトップに変えて、はいはい、こんな感じのもうほんとサイズ感なんで、割となんかもうほんとシュッと着るみたいな、うんうんうん、あえてこう大きく着る必要ないようなチェックシャツですね。確かになんかタイトに着てかっこいい、ほんとなんか細身のウエスタンシャツって感じですね。そうなんですよ、うん、そうで、なんかこう肌当たりもやっぱこうレイヨンだからかな、質感がいいですね、めちゃくちゃ、うんうん、そう、なんか着心地もいいし、生地感ももうね、先ほどお伝えした通りもうそこまで厚くないんで、そう、すごくね今の季節から楽しんでいただけるかなと思います。特になんかまあお昼は暑いかもしれないですけど、夜はもうこれ1枚これとタンクトップで全然 OK みたいな。確かに、はい、朝夜は結構涼しになりましたもんね。そうなんですよ、うん、だからもうとにかくね、なんかこうこれ1枚でまあ全然まあ秋口のスタートとしてはかなりグッドなアイテムかもしれないですね。あ、いいですね。だからこのスタイルにジャケットとか羽織ったりしても超かっこいいですよね。ジャケット羽織ってまあどんどん冬仕様にしていくっていうね、うん、そういうスタイリングでもかなりありかと思います。はい、そしてね、今ちょうどですね、僕はあの S スリムでね合わせておりますけども、うん、はい、はい、今回ですね、今持ってもらってる梅はですね、インディゴのちょっとデニムで合わせてもらってますので、そちらの方をちょっとご紹介いたします。おい、変わります。はい、はい、私梅村、こちらですね、インディゴのベルボトムと合わせております。めっちゃいいじゃないですか。いいでしょ。まあ合わないわけないですよね。そうですね、うん、そうなんです。だからこういうゆったりめのパンツでももちろん上が細めでパンツが緩めも合うし、マインデニムらしい、さっき流星さんが着てたような細身と細身も合います。だからどっちでも合う非常に優秀なシャツでございます。万能ですね。もう万能無敵ですよ。で、今回僕が、着用しているので分かりやすいようにサイズ1にしております。そうですね、僕の1個下のサイズでございます、ね、うん、はい、で、僕は身長170cm 55kg、 細身なんですけど1でめっちゃちょうどいいです、うん、ちょうどいい。で、今、ですね、僕、まあ、タンクトップの上に着てるんですけど、まあ、T シャツ、細身の T シャツとかの上からだと全然余裕で着れるぐらいですね。うん、ロンティーとかも着れそうかなっていうぐらいのサイズリングでございます。で、リュウセイさんが着用してたのが、サイズ2なんですけども、ディズニー175ぐらいですかね。そうですね。まあ、61、2キロぐらいと思っておいていただければ、はい。で、2でちょうどいいような感じでございます。はい、なのでサイズ感でいうと、今まで、まあ、過去にこちらご紹介してたルーズ系のチェックシャツあるじゃないですか、はい、例えば、まあ、ブルーのチェックシャツだったりとかあると思うんですけど、あの手のサイズ感とは全く別物なので、ご購入検討の方はぜひそこはちょっと気にしていただければと思います。そうですね、うん、だって梅 の、 スタイルでワンサイズアップしてもそこまで大きくないんで。あ、そうですね、ぶっちゃけ着れる2でもいけます ね全然おかしくないサイジングだから、うん、まあ、そこら辺はですね、ちょっと緩く着たいとかだったらワンサイズアップでも全然ありだと思います。結構皆さんマインデニムの、 シャツのお問い合わせ多いんですよね。めっちゃ多いですね、うん、今回のサイズ感どっちですかと、細い方ですか緩い方ですかどっちですかとよくお問い合わせいただくんですけども、今回は細い方です皆さん、はい、はい、なので、まあ、スタンダードのデニムシャツとかあるじゃないですか、あれに近いようなサイジングかなっていうようなところですね。確かにですね、はい、そう思っていただくと結構皆さん買いやすいかなと思います。はい、ちょっともう一度だけオンラインストア覗いてみましょうか、はい、こちら気になる方はこちらの、オンラインストアですね、概要欄の方にありますので、こちらからぜひ、ご購入してみてください。はい、皆さん
いかがだったでしょうか。まあ着やすいですよ、このレーヨンとウールのシャツ。最高ですね、うん、まあシーズン通して本当に使えますので、ぜひですねご検討してみてください。そしてですね、店内は、秋冬の新作がガンガン、入荷しておりますので、ぜひ皆さん、秋口のアイテムを見つけにですね店頭の方に遊びにいらしてください。はい、最後まで見てくださった皆さん誠にありがとうございました。また次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。